ナレッジスイート株式会社とは、クラウドコンピューティング形式で提供されている、グループウェアが付いた、スファや、CRM などの営業支援システムの開発会社である。現在、クラウド型のグリディグループウェア、グリディスファ、グリディ名刺、CRM、グリディ、リードフォーム、グリディセンター等のサービス群を統合した、ビジネスアプリケーション、ナレッジズイートを中心に、 pc や、スマートフォンからビデオ通話機能を活用した、オンライン営業、オンライン会議を実現する、オンライン商談サービス、vcrm アプリケーションデザインが、特徴的なフィールドワーカー向け位置情報サービスを、活用したスファ、crm 営業支援アプリケーション、geocrm.com や、gps 位置情報と連動した、ビジネスチャットアプリ、 ディスカス、最新の企業基礎情報を自動収集し、各種サービスへの付与を可能にした、Web API サービス、マッシュアップクローラー、DRS API、ターゲットリスト無料提供リードジェンサービス、DRS ターゲット、名手デジタル化を容易にする、名手カメラアプリ、24、365、i d o ド s ロボット ID、プログラミング不要の開発プラットフォーム、シェルター、 ビジネスチャットアプリ、インサーカル、営業、マーケティングデータを提供する、ビーグルデータを提供している。また2019年12月定時株主総会を得て、監査党委員会に移行し、社外取締役監査党委員に、スターティアレーズ株式会社代表取締役社長の、古川進かつ、元富士通関西市社長の和田信を、弁護士である、三浦健吾。 公認会計士である、以下が昇工が就任。執行役員に KDDI ナルリジェスウィートを取りまとめる江戸淳也と、コーポレートビジネスユニットを柳沢と共に取りまとめる、新日本監査法人出身の公認会計士である、佐藤幸恵が就任。2018年5月に、システムエンジニアリングサービスを展開する。 株式会社富士ソフトサービスを買収し、2018年9月にもエンジニアの確保を目的にビクタス株式会社を買収。2019年3月には関西エリア、九州エリアに各営業所を開設。2021年2月には中部エリアに営業所を開設。2019年8月には 株式会社富士ソフトサービスとビクタス株式会社を合併させ株式会社アーキテクトコアに社名変更を行いナレッジスイート株式会社取締役副社長執行役員である飯岡明樹が代表取締役社長に就任した2014年3月に移転とともにブランドダイアログ株式会社からサービスと同じ名称のナレッジスイート株式会社に 社名変更をしている。2009年2月、無料のクラウド上からサスで提供される中、小企業向けグリディグループウェアをリリースし、翌年に中堅、大手企業に対応した、有料版のスファや CRM アプリケーションを発表。グリディシリーズを拡充し、ビジネスアプリケーション、ナレッジズイーテとして統合した、クラウドサービスを開発している。 複数のビジネスアプリケーションを統合させた SAS を提供しグループウェアを企業のプラットフォーム化と題して独自で開発したスファや CRM サービスのほか、エージアが提供するメールマーケティングエンジン WebCAS やニフティが提供するニフティクラウドのメールプラットフォームと連携しグリーディブランドで各社のサービスを統合し提供しているまた Google が提供する Google Apps カレンダーとビジネスアプリケーション、ナレッジズイーテの機能であるグリディスファと連携が可能。特徴は統合されたビジネスアプリケーションの他に利用量がユーザー課金でなく蓄積されるデータ量で課金されるモデルを採用し、マルチテナント型サスとプライベートクラウド型サスの選択が可能な点である。2014年3月。 本社移転とともにブランドダイアログ株式会社から製品名であるナレジジスイート株式会社に社名を変更。クラウド形式で提供されるモバイルファーストな営業支援システムの開発に舵を切り、2014年5月ビジネスアプリケーションナレッジジズイートに続くクラウド型営業支援システムを開発。フィールドワーカー向けに顧客情報や営業報告、 記録写真を緯度経度を付与させ地図上に格納していく位置情報サービスを活用したスファ CRM 営業支援アプリケーション GEOCRM.com をリリースし2015年10月各種 CRM サービスとの連携やマーケティングオートメーション拡張サービスとして最新の企業基礎情報を収集し自動で付与する Web API サービスマッシュアップクローラー DRSAPI をリリースした。また2016年7月に GPS 位置情報と連動したビジネスチャットアプリ Discuss ススをリリースした。マルチテナントで開発された各種サービスはパブリッククラウドで運用されているが、全サービスレンタル形式によるプライベートクラウドサービスも提供している。2018年12月には社員が 未来のサービスを作るジャパンズフューチャープロジェクトによって開発されたアイドズロボット ID をリリースし2019年1月にはプログラミング不要の開発プラットフォームシェルターをリリースまた2020年5月にはビデオ通話機能を活用したオンライン商談オンライン会議サービス VCRM をリリース2021年6月には クラス株式会社から買収したセキュリティを重視したプライベートクラウドで運用するビジネスチャットアプリインサーカル2021年7月には AIRPA 技術を活用したマーケティングデータサービスを展開するネットビジネスサポート株式会社を買収し営業マーケティングデータサービスビーグルデータの提供を開始クラウドアプリケーション開発のノウハウを活かし クラウドアプリケーションビジネスにおけるコンサルティングから開発、運用までを行うクラウドインテグレーションサービスを提供している。ありがとうございます。